カルタヘナは、スペインムルシア州のムニシピオ。地中海に面する港湾都市で、スペイン海軍の基地もある。かつての共和制ローマ紀のフェニキア人都市カルタゴノア、としても知られる。近隣の都市としては、約40キロ北西のムルシア、90キロ北東のアリカンテが挙げられる。紀元前227年頃、カルタゴの将軍、ハスドルバルによってカルトハダシトという名で建てられた。 紀元前8世紀にはすでにフェニキア人がイベリア半島の海岸に現れており、紀元前5世紀頃にはイベリア人の一部族によってマスティアという町が建てられている。カルト・ハダシとはイベリア半島におけるフェニキア人の都となり、紀元前218年、第二次ポエニ戦争においてハンニバルはこの町からイタリア侵攻に出発した。紀元前209年、 将軍大スキピオに征服され、共和制ローマの支配下に置かれて、カルタゴノーアと呼ばれた。ローマ時代には、ヒスパニアの重要な都市の一つであった。俗州ヒスパニアキテリオリに属し、後に、ヒスパニアカルタギニエンシスの都となった。西ローマ帝国が崩壊し、イベリア半島に、ゴート人の小王国ができた後、ユスティニアヌス一世の時代に、東ローマ帝国の領土となった。 7世紀、シセブト団を率いる西ゴート王国に征服されると町は破壊され衰退した。イスラム支配期には町は復興した。1245年、カスティーラ王国に征服され主教座が再建されたが、1年後に主教座はムルシアに移された。1296年にアラゴン王国の手に渡ったが、1305年にカスティーラ王国に返却された。 18世紀には地中海海軍の本拠地が置かれ軍事関連施設が建設されて町は発展した。1868年革命後の1873年連邦主義者によるカントナリスタ放棄が起こったが翌年までに地圧された。20世紀のスペイン内戦ではカルタヘナは共和国軍の唯一の海軍基地となった。内戦の最終期 マドリード降伏後の1939年3月31日にフランコ軍の手に落ちた。現在はムルシア自治州に属し、衆議会が置かれている。ローマ劇場近郊にセキコのマールメノールがあり、その周囲にはラマンガなどのリゾート地がある。ありがとうございます。